はい、どうもこんにちは、伊賀屋の寺澤です。はい、今日もですね、伊賀屋、激安シリーズですねの第3弾ですね。はい、RDA でございます。はい、こちらですね、ニュージェン社製のクオーク RDA ですね。はい、こちらでございます。はい、こちらはですね、直径22mm、 はい、で、まあ、何から言えばいいのかな。まあ、価格から言いますか。前回 RDTA のトルネードをご紹介しましたけれども、価格を言い忘れていました。はい。1216円に消費税の1313円になります。こちらも同じです。はい。伊賀屋激安シリーズの、A じゃないな。A って言うと良くないですね。伊賀屋激安シリーズの後前、RD、RBA、BA ですね。RDA、RTA、RDTA シリーズは1212円税抜きで統一させていただきますので、また A って言っちゃった。税込みで1313円になります。はい。はい、デッキを見ていきますね。デッキを見ていきます。もう、って言わないって決めたのに。はい、デッキですね。こんな、簡単なデッキになってますね。こう組む感じです。こう組む感じ。はい。シングルですね。で、よく見てください。よく見てくださいというか見えますか？ここが、くってなってますね。くってなってます。はい。なので、ビルドしやすいですね。はい。で、ウェルも深い、深めです。深めというか、深い部類ではありますよね。はい。さらにですね。さらに、付属品を見ていきますね。まあ、工具。これに必要な工具がついてますね。で、ドリップチップ、プリメイドコイル、予備のオーリング、予備のイモネジと。ここまでは普通です。これですよ。これ。これは、通常810のドリップチップなんですが、510に変換するアダプターついてますね。なので、510でも、楽しむことができる。プラス、さらに、こちら、BF ピンもついてます。はい。BF ピンがついてるということは、こんなに、ウェルが深い部類であっても、BF モッド、スコンカーにも、ご利用可能でございます。はい。すごいですね。すごいです、これは。この安さで、1216円に消費税なのに、この安さで、BF ピンも、510変換アダプターもついていると。はい。すごいですね。で、ビルドがしやすくて、簡単。で、私、吸ってますけども、味もいいです。なので、ビルドレビューで簡単で、安いものが欲しいという方は、こちらのクオーク。非常に優秀なアトマイザーでございます。いろいろ私探しました。これはいいですよ。で、こっから取れるんですね。こっからと、まあ、これエアフローの調整ができるんですけれども、
これを外せばもうドリップも簡単ですね。はい、簡単にドリップできます。まあここからでもドリップはできるぐらいに810の穴が開いてますけどね。はいはい、というすごいすごい簡単で安い、安ければ RDA で安ければ何でもいいですっていう、ちょっと鳴っちゃってますけども、ちょっとほっといてくださいね。無視してください。申し訳ございません。安ければ、RDA で安ければ何でもいいという方に本当におすすめです。ビルドが簡単、安い、美味しい、安い、簡単、ビルドは簡単、美味しいの三拍子が揃った意外や安いシリーズの RDA でございます。はい。ニュージェン社製クオークでございました。はい。下の概要欄に貼っときますので、気になる方は、説明文見てみてくださいませと。では今日はこの辺で、さよならー。